マイケル・アティアは、アティアシンガーの指数定理、ゲージ理論の研究などで知られる、イギリスの数学者。現代最高の数学者の一人とみなされている。父親が、レワノン人、母親は、スコットランド人。父は、アラブ研究で知られる、歴史家のエドワード・アティア、弟は弁護士のパトリック・アティア。その発想は素直で自然であり、数学の処分や、 また、理論物理学までをも結びつけるスケールの大きさが印象的である。業績が多分野に関係するため強調の論文が多い。サイモン・ドナルドソン、ナイジェル・ヒッチン、ピーター・クロンハイマー、フランシスカー・ワン、ルース・ローレンスなど優れた弟子を育て、また、エドワード・ウィッテンを見出したことでも知られる。1983年に英国王室よりナイトの称号を得る。 1990年から1995年まで王立協会会長を務めた。裁判年の2018年には微細構造定数を導出する過程でリーマン予想を証明できると主張した。彼は発表した5ページの論文に加え、すべての根拠を示した論文を王立協会が発行する科学誌に投稿し、2018年現在、 専門家らにより検証が進められている。他の専門家の多くが会議的な意見を表明していることについて、証明の正当性はある。私が全く新しく予想外の方法で解いたため疑念が出ているのだろうと反論している。数学者の春は40歳までとみんな言うが、間違っていると証明したい。90歳になってもできると見せたい。論文は、 今年90歳で亡くなった数学者の妻に捧げたと語った。アティアは90歳の誕生日の3ヶ月と11日、前に死去した。ありがとうございます。